皆さんこんにちは、メイダンチャンネルのあやなです。湿気がやばいですね。雨が降ってて天気が良くないです、今日は、で、今日紹介したいのはですね、今8月何日だろう、わかんないけど、もう夏休み終わんないけど、まあ、中くらいだと思うんですよ。今中でもないか、終わり頃かな今も、なんですけど、だからこそちょっと宿題っていうのかなが終わってきてはいると思うんですよ、ある程度の方は。まあ後にやる人もいるかもしれないけど、今はコロナで多分ね、家の中で暇っていうことが多いと思うから、それで宿題してる方もきっと多いはず。どうかな。だからその宿題が今ちょっと終わってるからこそ、ちょっと見てほしいなっていう映画があって、夏にぴったりな、そう、それを紹介したくて今日はカメラをつけたんですけども、私ね、いろんなアニメがあるじゃない、アニメじゃない、映画があるじゃないですか。あ、そのアニメを映画にしたりとか、海外の映画だったりとかね、そういうのがある中、私が好きな映画のジャンルがミュージカルなんですよ。ミュージカルって言っても、私がその好きな、たまたま好きになった映画がミュージカル映画っていうのもあるかもしれないんだけど、好きで、そう、そのミュージカル系の映画なんだけど、それを今日は紹介したいと思います。それではやっていこう。で、今日紹介したいのがこちらです。じゃーん、ハイスクールミュージカルです。はい、ハイスクールミュージカルは 1,2,3 個あるんですよね。昔からめっちゃ見てて、2なんて特に、私夏好きじゃないんだけど、ハイスクールミュージカル見たら好きになったっていうか、ハイスクールミュージカルの中の夏だったら好きって感じ。はい。2は、私 CD 持ってるぐらい、ライブ DVD とかも持ってるぐらい好きで、大好きなんですよね、これ。いいところは、まあ、その、友達関係とかも見れるし、恋愛とかも見れるし、音楽もハッピーな歌もあれば、バラード系の音楽もあるから、まあ、いろんな、自分でもいろんな気持ちになれるし、そう、音楽聴いて、そのハイスクールミュージカルの中の曲だけでもこう、いろんなとこ、なんか曲ってさ、あるじゃない？自分の部屋で暗くした中で聴きたい曲とか、雨降ってる時に聴きたい曲とか、めっちゃルンルンの時に聴きたい曲とかっていろいろあると思うんですけど、それがハイスクールミュージカルの映画のこの音楽だけでも全部できちゃってくらい、ほんといろんな、たくさん曲が入ってるし、楽しいな、とにかく。だから、見てほしいなと思って。はい。でも夏っていうか、もうなんかこう、入学しました。夏休み来ました。卒業式みたいな感じなんですよ。1年ずつやってたからだと思うんだけど、3年間、高校だからね、3年間で卒業だからっていうのもあって、多分3年目で卒業がだったと思うんだけど、こうやって。よくないこれ。これね、ブックオフで500円とかで売ってて、これもね、500円とか400円とかなの。今、安いのよ。それに、寮でも借りれるから、一度は聞いてみてほしいなと思って。聞いてほしいというか見てほしいなと思って。はい。ザック・エフロンとか、バネッサとか、すごく人気な女優さん、俳優さんとかも出てるし、バネッサは歌手っていうか、はい、女優さんって言ったらいいかわかんないけど、出てるし、とにかくいいの。とにかくいいの。だから、このハイスクールミュージカルを、この、なんていうの？この自粛中というか、夏休みだけど、外が出れない。からこそ、ちょっと見てみてほしいなという映画ですね。あともう一つあって、持ってないんだけど、キャンプロックっていう、あのミュージカル映画もあって、これの、このね、ハイスクールミュージカルの2の中に入ってる曲が TikTok でよく流れるんだけど、
キャンプロックの曲もね、2曲ぐらい結構 TikTok に出てるから知ってる方もいるかもしれないんだけど、キャンプロックも夏っぽいだよね。多分キャンプロックの方が夏っぽいのかも。そのこれは3年間学校の中での恋愛とか、そのミュージカル系なんだけど、キャンプロックっていう映画は、あの夏休みのにみんな行って、そのキャンプ場っていうかそういうところに行って、みんなでミュージカルっていうか音楽で楽しもうぜみたいな、そんな感じの映画なの。それプラスそれも恋愛も入ってるから、うん、だから、まあ、ハイスクールミュージカル見て楽しかったな、もうちょっと大人っぽい映画が見たいなってなったら、キャンプロックに移ったらいいかなと思って。どっちもディズニー映画だから、ディズニーの映画で、多分監督さん一緒じゃなかったかな、忘れちゃったんだけど、ダンスとかもあるしすごく楽しいので見ていただけたらなと思って話しました。でハイスクールミュージカル来ました、キャンプロック来ました、次何見ようってなった時に私が勧めたいのがマンマミーヤですね。いろんなミュージカルあると思うんだけど、私あんそミュージカル好きって言ってもさ、限られちゃってるのね、私が見てるもんなんだけど、マンマミーヤも、マンマミーヤは海が出てくるくらい、その本当にこう夏っぽい感じの映画だから、うん、それも見てみてほしいなと思います。この3つの中でもすごくおすすめしたいというか、すごく私も大好きで見てるし聞いてるのがハイスクールミュージカル。うん。あの TikTok で人気のあの綾野だがねちゃんだっけなとかもハイスクールミュージカルよく見てるって、よく動画とか見て、あのハイスクールミュージカル好きなのすごく伝わってくるしね。あの名前忘れちゃったんだけど、今 YouTube やってる素敵なカップルさんも、あの女の子も顔なんか名前忘れちゃったんだけどね、そのディズニー好きのカップルさんとかもね、ハイスクールミュージカル好きって言ってたから、キャンプロックとかも2人でユニットしてこうやって壁にこうやってもたれてドッキリとかしてる動画があったの見てるんだけど、本当に面白いから見てほしいです。ただそれだけです。そのために動画を撮りました。そう、あの今ねコロナで自粛中で家にいないといけないことが多い方も多分多いと思うな、学生さん特にね。だからちょっとゲーム DVD 借りに行くのは多分大丈夫だと思うから、プールとかそういうところ行かなければまあどこに行ってもね、かかったらかかったなんだけどねなんだけど DVD 借りにちょっとだけ行って、借りに行って見てくださればいいなと思います。はい、今日はここまでです。はい、ぜひね皆さんもね、気になる映画っていうか、あのすごく面白い映画とか、うん、あーこれ好き、私好きそうだなっていう映画とかあれば、ぜひコメントで教えてください。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンを押してください。バイバーイ。